イオンモール大牟田は、福岡県大牟田市三崎町に所在する、イオンモール株式会社ウニエヌモール型、ショッピングセンターである。大牟田市の西部、有明海近くに立地し、近隣には、有明海沿岸道路大牟田インターチェンジや、諏訪公園、大牟田市石炭産業科学館などがある。当初、イオンを合理ショッピングセンターと共に2009年に、開業する予定であったが、 世界的な不況やテナント獲得不足などの理由により、開業を延期し、建設もストップさせていた。その後、テナントの獲得に、メドが立ったことなどから建設を再開し、2011年3月18日に開業した。建物は鉄骨造り地上2階建て、専門店モール町は約250メートルである。敷地内には、北側の有水池に、 約25種に及ぶ、気象生物の生息環境保全を目的とした、ビオトープが整備されるほか、大牟田市消防本部の要請により、ドクターヘギリ着陸用のヘリポートが設置されている。イオン大牟田店カクテナントは、イオン、九州株式会社が運営する総合スーパーイオン、大牟田店である。イオンブランドの新設店舗としては、九州初となる。このほか、シネマコンプレックスと、 約140の専門店が出店している。専門店のうち10店舗が九州発出店、76店舗が地区五地区初出店である。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。1階は食料品、 化粧品、医薬品などのヘルスビューティーと台所用品、日用雑貨などの暮らしの品を2階は医療品全般と玩具などを扱う。イオンオームタテンに関するカテゴリー。ありがとうございます。